赤にふさわしい。教えてくれなかったら今年の七星厳選儀式は見逃すところだったな。銀遊野郎が開催を教えてくれたから気づけたんだ。そんなオイラが場所まで知ってるわけないだろう。せっかくリーユエに来たんだからここの人たちに聞いてみよう。あ、そうだ、眼神モラクスだけど知ってるか？オイラたちが使ってるモラはその神の名前が由来なんだ。オイラたちみたいなよそ者がリーユエで眼神の名をそのまま呼んだらすぐに無礼なよそ者扱いされるから気をつけろよ。だからここはリーユエの人たちと同じように眼王帝君って呼ぶようにしとけ。いらっしゃいませ。どうぞご自由に、買わなくても大丈夫だから。テイワット観光ガイドのリーユエ編を探してるんだけど、ここにないか？ああ、その本はあまり人気ないから結構前から置いてないよ。モンド編は面白かったのに残念だ。その本の作者って変わってるからね。ガイドだけどあまりガイドとして使えないんだよ。売れないどころかその本のせいでお客さんから苦情が入る始末だし。モンド編は冒険譚として読んでて面白かったのに残念だな。とにかくここにはないから諦めて。どうしても読みたいなら上級殿のところに行ってみるといいよ。上級殿って？警察層に住んでてね、様々な絶版本をコレクションとして集めてるんだよ。短気なところもあるけど本の話になると結構話しやすいから安心して。彼がまだリーユエ校にいた頃うちの常連さんでね、
今でもたまに彼に本を送ったりするよ。今、絶版本と言った？では、あの絶版した新小説劇録第6巻も彼のコレクションにあるかもしれないということ？これは失礼した。僕は行脇、たまたま通りがかった読書家だ。僕も本を探してるんだ。せっかくだから一緒に警察さんに行って、その上級殿というものを訪ねようと思うが、どうかな？本を愛する同士だ。かしこまる必要はない。変形機能がついてないとダメだ。聞いてみよう。あの本、いろいろと面白いからな。やあ君たち、七星芸戦儀式を見るために他国から来たのかな。熱心だね。そういえばこのリーユエに数十年も暮らしてるのに、私は一度も見に行ったことないよ。これが地元だからこそ行かない名所というやつか。それはさておき、君たちの旅路に幸があらんことを祈ってるよ。リーユエへようこそ。君たちも七星芸戦儀式を見たいのかい？私もさ、ここの誰もが見たがる儀式だからね。商人としてリーウェの最も重要な祭事に関心を持たないわけにはいかない。昨年の新宅にあった17のお言葉は市場に大きな影響を与えたんだよ。それに今年に入ってからずっと天守園の行幸様が動くという噂も耳にするしね。神の目の持ち主が元素の力で作った岩石を彼女は税務上の鉱石の範囲から除外したいらしい。かなり専門的な話だな。新宅と市場に関心を持つ人々が多いのもこの貿易港の魅力の一つさ。岩王帝君はね、七神の中で最も古い人柱なんだ。その先を見据える目を我々はいつだって頼ってきた。それに今年の新宅を1秒でも早く知れれば、他の人よりも早く儲けることができるかもしれないからね。七星芸戦儀式ね。確かに言われてみれば今日だったかしら。岩王帝君が毎年新宅を下し、この先1年のリーウェイの経営方針を導いてくださるの。去年新宅を迎えたのは確かリーウェイ七世の幽変。ああ、それならオイラも知ってるぞ。モンドが自由の都であるように、リーウェイは契約の国で商業と貿易を大切にしてるんだ。7つの勢力を代表する7人の商人、リーウェイ七世がこの国の実質的な管理者だぞ。あら、他国の人はいつもそう言うのよね。私たちにとってリーウェイの真の管理者はずっと岩王帝君よ。七星は人間、帝君は神様。モンドには自由の神様がいないけど、私たちのところは違う。ちゃんと神様が存在するの。口で説明するのも難しいわね。あなたたちもリーウェイ港にいればおのずと分かってくるはずよ。神のいない城を離れた次は私たちの国、神と共にある歴史を体験するといいわ。おう、じゃあ早速七星芸戦儀式を見に行ってくる。いい選択ね。なら玉境台に行くといいわ。高いところを目指すのよ。
式の日に願い事をすると叶うって聞いたぞ。試してみたらどうだ？リーウェは初めてかい？実は私も初めて七星芸仙儀式を見に来たんだ。ほら、あれがリーウェ、七星の天主園、行幸様だよ。リーウェを管理する者に芸仙儀式を仕切る資格が与えられるんだ。そうだ、知ってるかい？リーウェの仙人たちの多くは獣の形をしていてね。岩王帝君自身もこのような公式の場では半分麒麟、半分竜の姿を見せるらしい。ああ、願い事の邪魔をしたら悪いね。さあ、この場所は君に譲るよ。仙人たちの加護を得られるんだ。こっちはもうお願いが済んだから、ここは君に譲ろう。ありがとう。願い事もしたし、あとはここで儀式が始まるのを待つか。行幸様の準備はあとどれくらい必要なんだろうな。うわ、人がたくさんいるぞ。もう少し前に行こう。後ろにいたら何も見えないぞ。時は満ちた。殺害された。この場を封鎖しろ。
前の言う通りだ。お前の身分は変わってるから犯人じゃないけど捕まると危ない。けど本当にここから出られるのか。くっ、動かないで。こっちだ、急げ。ついてきて。タリアだ。講師と呼んでくれていいよ。うわ、オイラたちを助けたからって見下してないか。そんなつもりはないさ。名前というものはただの記号だからね。例えば君たちはモンドで宿女に会ったね。宿女、講師。お前、ファデュイの執行官か？はあ、そう怖い顔しないで。別に喧嘩を売りに来たわけじゃないから。どうやら宿女は君たちに悪い印象を与えたようだね。ふん、あの女のことは俺も好きじゃないんだよ。ひとまず、あの女がしたことは一旦忘れてくれ。俺は君たちを助けに来たんだよ。そうだよ、助けに。俺は悪いやつじゃな、いや、まあ悪いやつか。とにかく君たちと喧嘩したいわけじゃない。とりあえずこいつを倒すなんて考えは一旦置いておいてくれない？サンキューな、騎士さん。君のモンドでの活躍は聞いたよ。だからさっきの儀式中、君のことを少し観察させてもらった。だからこそ君に怪しい動きはなかったと知っている。神を殺した犯人は別にいるだろう。けど嘆かわしいかな、ファデュイはスネージナヤの使者だ。こんな大きな事件に対して俺の証言は信じてもらえないだろうね。リーウェを統治する七星はいつだって俺たちを疑惑の眼差しで見てくる。
それはファデュイのせいだと思うけど。それは否定した方がいいのかな。まあいいさ、知らない人と距離を置くのは賢明な判断だ。俺も警戒されるのには慣れている。しかしこの状況下で犯人の疑いを晴らしたいのなら、君には帰宅に銀行まで来てもらう必要がある。それにここに留まり続けるのも良くない。リーウェイには壁に耳ありということわざがあるからね。そう、ここはスネージナヤがリーウェイに開設した銀行だ。リーウェイはテイワットで最も盛んな商業の中心地だけど、うちの国にもお金はたんまりとあるからね。まあ貧乏な国だったら、上から目線の偉そうな外交官をセピロス騎士団に派遣する余裕なんてないだろうしな。はい、これを君に。これは？さてね、時としてお金で物は買えても名前は買えない。簡単に言うと、これは目印となるものだよ。三眼五剣仙人が君に危害を加えないためのものさ。仙人だって？城を出て北に向かうと、桐原の西に石林がある。絶雲の間という場所だ。リーウェの人々はその地に仙人たちが暮らしていると信じている。ああ、彼らはその伝説を信じてる。だから人々は絶雲の間の近くまで足を運んで仙人にお参りしても、中に入ろうとは一切しない。でも俺は信じる必要なんてないんだ。なぜなら、絶雲の間に仙人が確実に存在していることを俺は知ってるからね。ファデュイの情報網ってすごそうだな。でも仙人に会ってどうするんだ？ねえおちびちゃん、人々が仙人にお願いするときってどんなときだと思う？その多くが金のためであり、病を治すためであり、良縁を結ぶためだ。そして君たちは真相のため。真相？七星が仙岩軍を派遣したのは、儀式を見た者の中から犯人を探そうとしたからだ。しかしただの凡人が、あの仙軍を一掃したという武神を簡単に殺せると思うかい？眼神は別に神の力を捨てたわけじゃないんだよ。こんな雑な対応、七星らしくない。おそらく、もしくは別の何かを隠すためかもしれない。詳細は俺にもわからない。今北国銀行が仙岩軍の捜査を遅らせてはいるが、それもずっとは続かない。それに仙人には関係がないからね。リーウェイは岩神と仙人たちが共に作った地だ。もちろん武力で。仙人の元へ行くといい。七星の使者より早くねじ曲げられていない真実を彼らに伝えるんだ。今このリーウェイで君を助けてくれる人物は、他ならぬ絶雲の間の三眼五剣仙人たちだけだよ。手紙に何を書けばいいでしょう。